お母さんのお友達の八尺さんって綺麗だよね。花子、大きくなったらあんな女性になりたいな。そうね、背が高くて髪の毛も綺麗だしね。どうしたら八尺さんみたいになれるのかな。毎日女性として緊張感持って生活すると自然と素敵な女性になれるんじゃないかな。緊張感って、花子が運動会の時に30メートル走の時に心臓バクバクしたような緊張する毎日。花子無理だな。花子らしいね。花子は自然体で毎日元気に過ごせばいいんだよ。無理しないね。はい、そうします。花子が八尺さんの話をしたので、赤いシャツの似合う女性の話をしましょうかね。赤いシャツの女性。2年前の7月頃だった。その日、彼女の誕生日プレゼントを買いに渋谷に向かった。三越にきっと気に入るアクセサリーのショップがあったな、なんて考えながら、そのスクランブル交差点で信号待ちをしていた。ふと反対側の歩道の同じく信号待ちをしている人々の中に、赤いシャツの若い女性が視界に入った。視界の一番端に入っただけで直視したわけではない。赤いシャツの長身であったので、ついつい目が行ってしまった。ただ、美しいからではないが、直視できなかった。俺には霊感は全くなかったが、本能的に、あれはまずい、と感じて、信号が青に変わったと同時に、俺は斜め左前方に進路を進めた。それでも、怖いもの見たさなのか、どんな容姿なんだろう、とスケベ根性が頭をよぎり、一瞬だけ目線の先を右側に送った。チラッとだけしか見れなかったが、その女性らしき姿はそこにはなく、同時に今度は全身の血が逆流するような身の毛のよだつ感覚に加え、鳥肌が立ってきた。赤いシャツの女性はちょうど目の前に来た。ルーズソックス。顔立ちや服装から女子高生に間違いないだろうが、正気が全くない表情からこの世のものではないと一目で本能的に理解した。赤いシャツではなかった。彼女の首筋の切り口から流れ出た大量の血が染めていた色だったからだ。苦しみとか恨みとか怒りとか、いろいろな感情が渦巻いている声がその女性から聞こえてきた。周りには聞こえないような小さな声でだ。気がつくと交差点の途中で硬直して立ち止まってしまい、車のクラクションが鳴り始めた。なんだ今の。番組からのお願いです。花子さんのファンになられた方、ぜひチャンネル登録をお願いします。きっと花子も喜ぶと思います。そして今後は公開予告、英語配信も予定しています。今後も花子を応援してくださいね。周りを振り返っても赤いシャツの女子高生はいなかった。白昼夢か幻を見たのか。気分が急に悪くなり、プレゼントを買うことをやめて帰ることにした。帰る道すがら、あの娘は一体何だったのかといろいろ考えていた。首筋の傷からも誰かに殺害された娘なのか。若いのに無念だったろうな、なんだか無性に悲しくなり、柄にもなく心の中で手を合わせてみた。夕方4時頃、ヘトヘトになりながらアパートのドアを開けた瞬間、誰かに思いっきり背中を蹴られて、つまずきながら両手をついて玄関に倒れ込んだ。振り返るとそこには誰もいなかった。共用階段を見ても人影がない。単純につまずいただけかと無理やり自分に言い聞かせるように部屋に入った。入ったと同時に部屋の一角に目が行った。机の上に飾っていた彼女とのツーショットの写真がビリビリに破かれていた。急に彼女の声が聞きたくなり携帯に電話した。出ない。多分これからバイトだろうから、今電車の中か何かで出られないんだとまた自分で自分に言い聞かせている。俺はもう一度彼女に電話をかけるが出ない。いても立ってもいられなくて、とりあえず彼女の安否を確認したくなり、彼女のバイト先に行ってみようと思った矢先に携帯が鳴った。よかった。
と思って着信画面を確認すると非通知の表示だった。もしもし。声はない。代わりに電波が悪いのかスピーカーの向こうからはノイズしか聞こえない。もしもし。もしもし。何か向こうで話しているような気もするのだが雑音がひどすぎて聞き取れない。切った瞬間違和感に気づいた。なんで着信音が鳴ってるんだ。通常俺は非通知着信は受信拒否に設定している。ただ拒否に設定していてもピリリッと一瞬だけ音が鳴ってしまう。だが着信音は非通知だったにもかかわらず電話に出るまでの数秒は鳴り続けていた。頭の中で何かやばいと思っているとまた携帯が鳴った。非通知だった。しばらく出ようかどうしようか画面を凝視したまま固まっていたが意を決して出ることにした。誰。相変わらずノイズがひどかったが向こうの声を聞き取ろうとした。わ、た、し。怖くて携帯を放り投げた。女の声だった。思わず一人でいるのが怖かったのか無意識に人通りの多い駅まで走っていった。駅に着くと構内アナウンスで貞子駅で人身事故のため運転を見合わせていますと流れていた。彼女がバイト先に行くために乗り換える駅だ。駅に向かう途中も何度も彼女の携帯に電話をしたが応答がない。人身事故に遭ったのが彼女と決まったわけではなかったがその時携帯が鳴った。また非通知だった。受話口の雑音も周りの雑踏の音も耳に届かずその声だけが頭に響いた。わたしじゃだめ。とっさに彼女をどうした彼女をどうしたと叫んでいた。しかし電話はもう切れていた。気が動転していたのか着信履歴からその女に電話をしてもう一度文句を言ってやろうかと履歴画面を出した。非通知の着信履歴は一件もなかった。冷静に考えれば非通知相手にこちらから電話はできないのだが着信履歴は残るはず。だが俺の携帯は昨日の夜から誰からも着信していないのだ。ハクチュームだったのか。携帯が鳴った。着信画面には彼女の名前が。一気に安堵して電話に出た。しかし電話口からは聞き覚えのない男性の声が出た。花子町警察です。坂上八子さんのお知り合いの方ですか。そうですが実は先ほど貞子駅で事故に遭われまして現在病院に搬送しているところなんですが。警察の方の話だと彼女は駅のホームから転落し頭に怪我をして意識が朦朧としているらしい。万一のため身内の方に連絡をしようと携帯を拝借し俺からの度重なる着信履歴に気づいて連絡をしてくれたという。彼女とは同じ大学だったのでそこに電話をして実家の連絡先を調べてくれと伝え彼女の搬送先の病院を聞いて電話を切った。誰が彼女を突き落としたのか。あの女だ。すると赤いシャツのそいつが俺の後ろに。俺の彼女に何をしたと思わず大声を上げてしまった。彼女は無言で笑みを浮かべるだけである。他の人には見えないのか俺が大声を誰もいない相手に発しているのを不思議がっているようであった。するとまた非通知から着信が入った。無言だった。俺も何を言えばいいか分からず無言でいた。うまく説明できないが別れ話を電話でしているような気まずい雰囲気というかお互いがお互いの次の言葉を待ってるというか相手から嫌な雰囲気が感じられなかったからそう思ったのかもしれないが俺は勝手にあいつも分かってくれたんだなと解釈して思わずごめんなと口に出してしまった。そのまま電話は切れた。後日彼女が入院している病院へお見舞いに行った。思っていたよりも彼女は元気で後頭部を十数針縫ったもののあとは軽い打撲程度で済んだ。ホーム下に転落こそしたが電車の到着まではまだ時間があり
駅員が緊急連絡をして最悪の難は免れた。その後ホームに居合わせた人たちに引き上げられ病院に運ばれたらしい。複数の目撃者の証言から彼女が一人でフラフラとホームから落ちる姿が目撃されていたが、彼女にはその時の記憶がなかったようだ。何にしろ無事でよかったよ。っていうか私自殺とか勘違いされちゃってんじゃないかと思うと超恥ずいんだけど。ところでさ、あと他に何か気づいたとか変なところとかなかった？ん？特にない。俺は彼女に余計な心配をかけたくなかったから、あの出来事については一切話さなかった。あ、そういえばあの時変な感じの女の子がいた。え？ホームの上からサラリーマンとか男の人たちが私を助けようとしてた時なんだけど、その子だけ私のこと気にもしないでシカトっぽかった。その子どんな格好してた？突然ピリリッと携帯が鳴った。彼女に病院では携帯の電源は切っておけと突っ込まれ、ごめんごめんと謝りながら携帯を取り出し確認した。非通知からだったので呼び出し音はすぐやみ、履歴にも着信が残っていた。そう、もう終わったことなんだな。で、その子の格好だっけ？そう言われて顔を上げた。携帯を耳に当て、首から流した血でシャツを真っ赤に染めた彼女がにやりと笑って俺を見ていた。こうんなかんじまた会えたね。俺はその場で気絶した。はい、おしまい。赤い服を着た女の子、花子も赤いシャツを着たいと言っていたけど、今度買ってあげないとね。私も赤いシャツ似合うかしら。皆さんも良い悪夢を。花子は怖いお話の主人公になってみたいなって時々考えるんだよね。あら、そうだったの。花子が怖い話に登場するなんて、どんな話がいいのかな？そうだな。やっぱり、あまり怖いお話の主人公だと悪者になっちゃうから、花子のイメージが崩れちゃうかもしれないな。ふふ、そうだね。花子はそういった話は、聞いているだけの方がいいかもね。わかった。じゃあしばらくは登場人物になることはやめとくね。では、今夜も花子は聞いているだけにしてお休みね。今日の話は、俺と遊んでくれ。先日、刑事から事情を聞きたいということでファミリーレストランで待ち合わせをし、同じルームメイトであった茂雄の話をした。俺は大学4年生。もう夏休み前というのになかなか就職先が決まらない。景気が悪いから内定が出ないな。俺とルームシェアしている同じ大学に通うケンジは俗に言う苦学生だ。おいケンジ、今日の授業は何限目から？3限目だから11時前には学校に行くよ。その前にまたバイトか？ああ、今日も朝のシフトを入れて、一限だけ授業を受けて、またバイト先に向かうわ。働き者だな。じゃあ先行くな。おう。俺は3年生の時にたくさん単位を落としているから、4年になっても一限からびっしりと授業が入っている。一方ケンジは、ほとんどフルシフトでバイトに入っている割には、成績は優秀で、4年になったらほとんど授業を取る必要がないようだ。お帰り。ただいま。ケンジはバイトのユニフォームのまま、いつものように11時過ぎに帰ってきた。俺はもうそろそろ寝るね。明日はまた一限から授業だから。ああ、おやすみ。ケンジは
バイトから夜遅く帰ってきても、その後必ず部屋で学校の本を読むのが日課のようだ。ただ、ケンジは最近、俺の人生って何なんだろうなって思う時があるんだよな。俺の人生がどこに向かっているのかもわからない。羅針盤が見えない。と、ぼそっと俺に言ったことがあるのを思い出した。確かに、朝から晩まで働いて、おそらく学費や生活費を稼ぐことで、相当精神的にも疲れてきているのではないかと。翌日、ケンジがバイトに向かう朝早く、アパートの玄関先でビデオテープを拾った。そのビデオテープのタイトルを見ると、俺と遊ぼうぜ、とマジックで日本語が書かれている。その横に英語でも Play with me と書かれていた。これは何だろうか。ケンジは急いでいたので、そのビデオを自分のリュックに無造作に突っ込んでバイト先に向かった。今夜も遅いから俺はベッドに行くな。ああ、今見ているビデオを見終わったら少しチェックしたいビデオがあるから、それを見てから寝るわ。何のビデオ？これ今朝玄関先で拾ったんだ。タイトルがよくわからないけど、俺と遊ぼうぜっていうやつ。変なタイトルだな。まあいいや、じゃあ明日な。ケンジはそのテープを今見ているテープと入れ替えた。そのテープは夜の海の上で一人の男が小さいボートを漕いで漂っているだけのシーンが数分流れている。海には月の明かりが照らされているが、男の顔までははっきりとしない映像であった。なんだよこのビデオ、映画のシーンでも何でもなく素人が撮った映像を流しているだけだな。ビデオに映っているボートに乗っている男が急に、お前今なんて言った？もう一度言ってみろ。誰だお前は。ケンジは何が起こったのか一瞬目がくらむようにうずくまった。お前は俺の顔を見てみたいだろう。ボートの男はボートを漕ぎ始め、画面に近づきやいなや顔を見せた。その男の顔は全くケンジと同じ顔であった。鏡で映し出されたように。全く。何なんだこのテープ。俺はお前の助けが必要なんだ。やめろ、やめてくれ。何があったんだ。俺は隣の部屋からリビングに現れて叫んだ。あ、悪かった。何でもないよ。ならいいけど。翌日、土曜日、ケンジは朝早くからアルバイトに向かった。その後、俺は大学の試験のため、1時間ほどリビングの机で本を読んでいた。疲れたので、テレビでも見ようと、カウチを移動させてテレビを見た。部屋の明かりを消して、さあビデオを見ようと思ったところ、ビデオデッキにはケンジが見ていた例のビデオが入っていたので、ビデオの電源をつけた途端に映像が流れた。ケンジが見ていた映像と同じ場面で俺に同じように叫んでいる。助けてくれ、死ねよ。お前俺に話しかけているのか。そうだ、お前にお願いがある。風呂のバスタブにお湯を入れてくれ。頼む、死ねよ。ああ、わかった。ちょっと待て。俺はバスタブにお湯入れにバスルームに向かい、再びテレビの前に戻った。ありがとう。次は何でもいいので、バスタブに放り込め。何のためだ？いいから、何でもいいから、それが俺を助けることになるんだ。お願いだ。俺はもう一度バスルームに向かい、携帯のライトを照らして洗面台にあった昼のおもちゃを手に取り、バスタブに浮かばせた。そしてテレビを見ると、全く同じ場面の上にバスタブに入れた先ほどのアヒルが浮いている画像が映し出されている。何なんだこれは。いいか、次はお前がバスタブに入れ。何言ってるんだ。それをすれば俺は助かる。お願いだから頼む。俺は慌ててテレビのリモコンを手に取り、電源を切ろうとしたが切れない。今度はプラグを抜いて電源を切ろうとしたが、それでもテレビが消えない。結果俺はバスタブに飛び込んだ。すると
俺があの男と入れ違った形で月明かりに浮かぶボートに乗っている。ああ、助けてくれ。俺はその後、ケンジが部屋に戻ってくるまで気を失ってバスタブで浮いていたと聞いた。すぐにケンジは救急車を呼び、俺は一命を取り留めたらしい。しかし脳に障害を持ったようで、すでに一年ほど経ったが、当時の記憶は全くなく、今でも軽いアルツハイマーの後遺症として社会復帰ができていない。一方ケンジは就職も決まり、社会人としてバリバリと仕事とプライベートを楽しんでいるようだ。はい、おしまい。ケンジ君は人生に目標がなく、大会を小さなボートで一人さまよっていたかと思うと、突然シゲオ君と入れ違ってしまったようね。本当に不思議な話ね。あら、花子はすでに寝てしまったようね。それでは皆さんも良い夜夢を。親友ハルシンです。もちろん天狗の青年です。飲めよ、名酒鼻高々だぜ。それ親父が好きなやつだなあ。キテン、お前も偉くなったもんね。こいつ惚れた女がいるらしくて悩んでるんです。相手は大天狗様の娘。ねえ虹色、おめでとうございます。虹色、な、何が当たったんですか。春回路1年分です。あ、か、回路。あれ、貼らない回路の方が良かったですか。選べますよ。いえ、貼る方で結構です。ありがとうございます。どうしゅうのかしら、起点か。どういったご用でしょうか。若い種の中に大天狗様の末娘富士姫様を招きねば、お主ら和光土衆も責任を追及されようぞ。承知いたしました。起点は村人全員にライターを探すように通達し、自分も探し回りました。だが、いや、見当たらん。大天狗様の娘と駆け落ちだなんて。富士姫はオイラの命なんです。富士姫は好きでもない男に無理やり嫁がされるくらいならって。そこで考える。そしてライターの両親には毒の入った杯が用意され、でも後悔はないかな。きっとお待ちですよ。はい、